はい、どうも、アイキ旅のアイキでございます。今日はよろしくお願いします。ご視聴誠にありがとうございます。アルファ6600にショットガンマイクつけるとね、こんな感じで、広告をつけるわけですけども、アルファ6400からティルト液晶でここがね、こう持ち上がってこうなるわけなんですけども、そうなんですよ、自撮りするときにモニターが見えないと、こんな状態わかる？こんな状態になってモニターが見えないと。アルファ6400用のこのスモールリグのマイクホルダーが使えるかどうか、ちょっと今日はやってみようかなというふうに思います。早速開封してみましょう。こんな感じね、こんな感じの道具ですね。だからここに、ホットシューにこうカチャッとつけて横に逃がすみたいな。で、横っちょをあのカメラのなんていうの、あれ、あのストラップつけるホルダーにネジを固定してくださいということですね。はい、じゃあ早速つけてみましょうか。これをこうつけるわけですね。これをこうね、つけるわけね。どうなんだろう。あ、結構ぴったり合うよ。ここの穴に合えばいいんじゃないかなと思うんだけど、ピントが合ってるかな。もう僕自身のピントもね、老眼なんで近くのものが見えないけど、あ、結構ぴったりよ。ほら、これがこの穴にぴったり合ってる気がしますけど、これがピッとピッとね、がっしりは当たらんような隙間ができるんで、ネジで止めればここに固定されるんじゃないかなと思うんですけどね。ちょっとネジで止めてみます。エンドフィールを感じます。エンドフィールが感じられます。よし、結構止まりました、しっかりと。あ、使えるね、多分。これをだからこっちへ、あら、あ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 ー、これが引っかかる、引っかかってまう、ここへ。そうか、アルファ6600からなんかな、この開きのやつって。ここに引っかかっちゃう、これ取れないの、この蓋。あー、残念、ここまで来たのに惜しい。あー、残念、残念無念。この角っこに引っかかる、蓋が開きません。これがうまくいけばですよ、こうしてこう使えたはずなのに、こう使えたはずなのに、残念。これ取れないんかな、この蓋。ちょっと残念やね、これ。あの、こっち側に通すやつもあったんですけど、こっち側はこのレバーとか使うからね、ここにこう関与しちゃうから、残念。かっこいいんだけどね、スモールリグって書いちゃって、この作りはかっこいいんだけど、蓋が開ききらないという感じでしたね、残念。はい、残念ながらですね、この蓋が干渉してしまって刺さらなかったという結果に終わってしまいました。なんか方法ないかなという感じなんですけども、やっぱりちょっと厳しいよね。この蓋を削るかとかせないかんので、さすがにね、それはもったいないなということで、まあスモールリグのカメラの左側につけるっていうスモールリグのモデルは、残念ながらアルファ6600には使えなかったという結末となってしまいました。はい、そんなところで、皆さんもですね、もしアルファ6600購入して、ショットガンマイクをつけたくって、スモールリグの、スタイリッシュなのにつけたいなという感じに考えられている方はですね、アルファ6600には蓋に当たってしまうからつけられないという結果になりますので、ご注意いただきましたらいいのかもしれません。どうしよっかな、この、その、
返品するにもこれさすがに開封したからね、誰か言う人いませんかこれ。残念。また違うのを考えます。はい、またの機会にお会いしましょう。ごめんなさい。それではまた。チャンネル登録よかったらお願いします。最後までご視聴誠にありがとうございました。チャンネル登録よかったらお願いします。それではまた。